こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、ちょっと変わった感じのまた動画になるんですけれども、あのですね、過去に作ったものの記事の余っているやつ振り返ってみるみたいな感じですね。それと今後の感じの見通しみたいな感じで、あの記事は今みたいな感じにしてみたい、やってみたいと思いますね。それで、そうじゃないのも出てきます。例えばリピートしたものとか、早速これがですね、リピートになるんですけれども、これね、前ね、こういうものを作りました。この、ちょっと上の方に出してるんですけど、写真ね。それの時に、それの歯切れでね、作ったね、ペンケースがあったと思うんですけど、その時にですね、それを、とてもこの記事を見てですね、すごく、いいと、いう声をいただいたのもあったし、私自身もですね、最初結構一目惚れしてこの記事を買っていまして、やっぱその最初のバッグが思うようにできなかったのもあってですね、リベンジ的なものもあって、もう一度こちらのこの記事で完成させたいなっていう気持ちがあったんですけど、運がよくですね、まだ在庫があったので、これをちょっと調達したってことで、リピートになりますね、これはね。でまだ今後ですね、ちょっとね、この膨れ系の風通ジャガードとか膨らんだ感じ、こちらはね、まだね、後の方にまだ取ってあってですね、一番のなんか推しな感じでやっていきたくて、ちょっと練りに練っていく必要があるなっていうことで、まだちょっとね、あんまり手をつけてないんだけど、生地ってすぐなくなっちゃうんですよね。だからね、いいと思っているうちに、ちょっととりあえずね、生地を調達していかないと、置かないとね、なくなっちゃうんですよね。後から振り返っても、もうね、その年だけの生地だったりとかいうこともあるし、なんかずっと毎年毎年あるわけじゃないんですよね。なので、ちょっとその辺がちょっと悩みどころですね。ということで、ちょっと調達してあるんですね。これリピートですね。はい、じゃあこれは次、デイジーの花ですね。これもですね、一度ね、バニティを作ったんですけれども、今で名前で言う卵焼きですね。だけれどもですね、この時も結構綺麗に できたんですけど、裏地に表地の裏面を使ったためにですね、まあそれはそれでそういう試みもあったという記録としては、まあいいんですけど、いい経験になったんですけどね、ちょっとでぷくぷくと膨らみすぎてというか、ちょっとね、やぼったくなっちゃったんですよね。ポケットが二重になってて、さらにっていう感じで、意外とこれ薄いようなんだけど、使っていて出来上がると結構分厚くなっちゃうんですよね。で、縫えないってことはないんですよ。なんか不思議な感覚なんですよ。決して分厚くはないんだけれども、重なるとすごくやぼったいという、やっぱり表地で裏地を作ることの無理があるかなっていうのをこの時に、ね、思いましたね。ということで、ちょっとこれもまたリベンジ的な感じだし、すごく気に入ってたんですよね。なかなかこんな柄可愛いなと思って、ちょっとまたもう一度何かで作ろうということで調達してあったんですね。これまた今まだあったかな、なんかちょっとね、なんかなくなりそうになったので、ちょっと焦ってちょっとね、保管してあるわけですね。はい、次これですね。これはですね、ちょっとね、とても偶然というか、これの風通ジャガード加工がしてあるバージョンも以前使ってバッグを作ったんですよ。ね、それのなんか風通ジャガード加工じゃないただのジャガードバージョンのやつが見つかったんです。後になってですね、1年後ぐらいに見つかったのかな。ということで、ものすごくミラクルを感じましてね、それにこの色目すごく好きなんですよね。こういうグリーンとか青と一緒になってる感じだから、ちょっとこれをもう勝手な自分の好みでですけどね、これを何かにもう使って何か作ろうということで、ちょっと保管してある次第ですね。とてもね、丈夫で分厚すぎず、でもちゃんとしっかりしてるって感じがすごくいい感じですね。イタリア製ですね、やっぱりね。次こちらですね。これはですね、こっちのね、面、こっち白地の方に黒く描かれた方、こちらが本当の表なんですね。で、それを使ってバニティ作ったんですけど、何分ね、分厚すぎるのと、あとね、意外とカジュアルなんですよ。面がたくさん入っているからカジュアル感があってですね、これね、裏面ひょっとしていいんじゃないかと思って、次作る時には裏面をちょっとしか残ってないんですけどね、何か一つちょっとちっちゃいもの作れそうで、でその時に裏面を使おうかというふうに思っているんですけれども、この生地がですね、ちょっとね、やっぱり厚みがあるちょっと硬いんですよね。なのでね、この当時バニティ作ったんですけど、ちょっと縁のところが縫えなかったり、なんか本当不可能寸前みたいな感じで、あまり向いてなかったなって思ってます。
ちょっとそれも学ぶべきところがありましたね。バニティがどれぐらいの感じで重なるのが多い部分のあるものは、やっぱりどれぐらいの厚みの生地を使っていけば大丈夫なのかとか、その辺よく計算しないとね、せっかくいいところまで行ったのに、ちょっと肝心なところでね、ダメになって縫えないとかね、そういうことが、糸が飛んじゃうとか、そういうこと、目飛んじゃうみたいなね、そういうことが起こるといけないので、ちょっとその辺の勉強になりましたね。こちらは、はい、こちらはですね、ゴブラン織りの硬い生地ですね。これも分厚いんです。で、まあこれはもちろん分厚いだろうからということで巾着作ったんですけど、巾着もちょっとゴワゴワしましたね、やっぱりね。で、なんかちょっとね、その頃ちゃんとしたデザインも定まってなかったので、ちょっとね、バランスが悪くて、もうそこでストップしてて、これ残したままだったんですけど、この生地ですね、私たまにですね、自分の分野のやってる分野の生地とかよく検索するんですけど、そうするとこの同じ生地がで作ってる人がなんかいてですね、ハンドメイドで、何だったかな、財布みたいなやつ、すごい可愛くて上手なんですけど、長財布のようなものをポンポンポンって、これの色違い、デザイン柄違いでゴブラン織りで3つポンポンって作ってる人を見かけましたね。最初見た時、こんなゴブラン織り新しいなって思ったんですけどね、やっぱりね、他の人もいいと思ってるだなって言って作られているんだなと思いました。スペイン製ですね、こちらね。これはね、ゴブラン織り意外とカジュアルなので難しいんですよね。で、ゴワゴワしてるからデザインがね、ちょっと結構限られるなと思って、だから財布の方なんかは硬いからいいんでしょうね、きっとね。財布じゃなかったかもしれません、ガマ口ポーチだった気がします。入り口がガマ口のやつかな、ポーチみたいなちっちゃなやつで、バッグとかじゃなかったと思いますけどね。それで今のね、ゴブラン織りつながりでね、ゴブランのシリーズしようとしてゴブラン織りを集めたんですけど、この2つはね、あまり作ってる人をネットでは見かけたこともまだないですね。特に私、これ鱗の方がものすごい衝撃的で、多分確かトルコ製だったかな、鱗の方が。で、この花柄も気になってはいたんだけど、ちょっとなんか柄が大きいかなと思いつつ、結局最終的にはあまりゴブラン織りないんでね、バラエティにあまり飛んでないんですよね。なのでこれもね、調達したんですけど、これはスペイン製だったかな、この花柄の方はね。ということで、で、ゴブラン織りに関してはさっきの1回目巾着作ったっていうやつも含めてなんですけど、今後ね、どういうデザインを作っていこうかっていうのをすごくちょっと考え中ですね。なかなかね、私がここ最近やろうとしてるフリルをつけたちょっと前のバッグ、バッグっていうのはフリル挟み込んだりする隙間とかもいるし、フリルはゴブラン織りでゴワゴワしてたでも、ちゃんとフリルとしては作れると思うんで、そこまではいいんだけど、挟み込んで縫う時の重なりがですね、いくつも重なりすぎるとちょっとね、縫えなくなる事態が出てきそうなんです。だから最初からやっぱり薄手の生地を やることがタイプのものは全部多分ね、そうなんですよね。そうするとここへ来てですね、ちょっとゴブランの出番がね、なくなってきてね、ないからここまで多分ね、ずっと残ってるんですよね。どうしようかなと思ってます。で、ちょっとですね、今回のこの整理整頓もちょっと兼ねてたんですよ。今回このね、こうやって見たりして振り返ったりするときに、その時に厚手の生地だけをね、ちょっと集めてみたんですね。それで今後厚手用の何かデザインを一つ考えていくのを、企画を一つ入れようかななんて思ってるんですよね。はい、そして引き続いてね、厚手つながりでちょっと厚いものを持ってきます。これもね、一度四角い、今もう廃盤にしてしまったんですけど、ほんと最初の頃に作りましたね、ショルダーで。で、こちらはオーダーメイドでね、一泊ぐらいのボストンバッグ的な、トートバッグなんだけど、ボストン的な感じのショルダー付きのやつ、こちらの面で作ったんですよ。こっちのあっさりした方の面を使って作ったんですけど、本来はね、このね、ガヤガヤした賑やかな方が、表面なんですけど、まあ、使い方なんて自由だと思うので、どちらでもね、好きな方の雰囲気違うと思うので、いい雰囲気だと自分が思う方、その雰囲気出していくのにふさわしい方を表面として使えばいいわけだから、そんなに裏表こだわることないと思うんですよね。これの場合ね、どうもね、なんか反対側の裏の方があっさりしていいなって思っちゃうんですよね。次、こちらですね。こちらもですね、非常に私としては好きなタイプのデコボコした生地なんですね。で、なんかゴールドが入っててゴージャスだし、
綺麗ですよね。でこれも巾着バッグを作ったのかな、巾着バッグ一応作ったんだけど、その当時もモデルが今のサイズじゃなくて、ちょっとマッチが少なくてペタンコで、なんとなくちょっとバランスこの時も悪かったのかなという記憶なんですけど、あのこれもね、もう一度何かで、もう今これ生地これないんですよね。だからこのな、これでなんとか作っていく方法を考えて、出来上がるといいなと思いますね。あの前ダメだったリベンジをできたらと思うんですけれども、まあ、これもあのイタリア製のやつですね。イタリアらしい膨れ加工ですね。はい、そしてこちらですね。これはね、何度か作ってるんですよね。一番最後なんかね、あのタンって言って、このぐるぐるって棒に巻いてあるんですけど、その一番最後のあの私が購入者だったので、なんていうのかな、あの最後ちょっと思い切って、でも 1.5 メートルぐらいだったかな、あの 1.9 メートルだったかな、なんか結構たくさんあった、そのままあのいただいてたと思うんですよね。でこれトロピカルな感じで、ハワイアンみたいな感じなんだけど、ハワイアンハワイアンしすぎてなくて、すごくマルチカラーが美しい感じだ。で静かな森みたいな雰囲気がめちゃくちゃ気に入っていましてね、なんか見るだけで涼しいというか。でこれがですね、あこれなんだったかな、ガーゼプリントっていう名前だったかな、ガーゼですね。で今までは巾着バッグオーダーメイド一つ作って、で次に、あこれまだ最近ですかね、キルトをかけて、なんかあの書類ビジネスのシリーズの時に、なんかキルティングをかけて、綿とか入れてキルトをかけて、なんかバッグみたいな、なんか書類ケース、そんな感じのものを作りましたね。散々表地で使ったんだから、結構裏地に使ってもいいかなという考えもあるんですけどね、せっかくこの柄の感じ雰囲気あるんで、別に裏地じゃなくても表地で十分なんか作っちゃったらいいのかもしれないなとも思って、ちょっと迷っていますね、これね。はい、じゃあこれ最後になりますかね。こちらはですね、シルク 100% のシルク紬っていう名前、紬シルクだったかな、どっち、なんかそんな、そういう名前です。あの紬なんですよ。で節がちょっと特徴的で、すごく綺麗でサラサラしててです、手触りいいんですけど、あのこれをですね、右側の方の小花柄の方の色違い、もうちょっと暗い感じのブルーやグレーとベージュみたいなコンビのマルチカラーで作ったバニティがあったんですけど、なんかね、あのバニティにはあまりこのシルク紬はトロンとしすぎてね、良くなかったんで、巾着バッグとかそういう感じのふんわりした感じの方が合うなって、後でそれも、ま、学んだことですね。やっぱ作ってみてそういう風にね思ったことなんです。生地自体はすごく丈夫くてね、いいんですけど、なんかその生地の特性がその形と合うかどうかっていうのの勉強になった一つですね。でこれね、あのやっぱりなんか柄の展開と色の展開がいろいろあって、この左側の無彩色のモヤモヤ、あ無彩色じゃないです、あの幾何柄みたいなモヤモヤも、あのあと2つぐらい色の展開があるみたいだったんですけど、その中ではこれが一番、このパープルピンク系が一番だなと思ったので、これを一つ選んだわけですね。であの前に作ったバニティの色はあれしか最初 見なかったので、あれしかないんだと思って、結構可愛いな、地味だけどと思いながらあれを買ったんだけど、後になってですね、1年後ぐらいにこの右のやつが見つかって、あ色違いであの時のあれと一緒だっていう風に感激して、でこのやつもう一つ色違いがあるんですよ。あの左側のような色味のピンクパープル系な感じが、このグリーンの代わりに配置されている感じ、普通はそっちを選んじゃうかもしれないんですけど、私の場合このグリーンの方が個性的だなと思ったので、こっちを選んだんですね。なんかそうやってですね、そのね、展開がなんか生地屋さんの考えた展開があるやつの中から一番のやつだけをピックアップして、あまりね、あの色違いでこういうふうにあの同じ柄をやらないようにしてるんですよね。なんかそんなような飽きてくるじゃないけど、優劣ができてしまうからですね。あのこの中ではこれ一番だなってどうしても見比べちゃうから、あのなんかそういう風じゃなくて、もうこれ一番だなっていうのを一つポッとあの選んでっていう感じで、たまたまこれは本当に良かったので、色違いで結果的になったし、あの 柄違いでの同じ素材っていう感じに、ね、なったりしたんですけどね。あんまりね、そんなそうやって色の展開でね選んだりすることはあまりないんですけどね。ということで今回こういう風にちょっと整理整頓しまして、振り返りながらね、
新たなることに気づきましてね、やっぱこの辺のものがですね、これ分厚いやつだけこれ集めてみたんですけど、これを何か生かす一つデザイン考えていきたいなっていうのをちょっと近々やりたいななんて思っています。またね、そういうの出来上がったらご紹介したいと思いますので、また見てくださいね。はい、では今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。